システムにより蓄えられた太陽エネルギーは強力な電流となり、我がベロナカナ海底火山に向けてレーザー光線を照射する。このレーザー光線によって地下のマグマは刺激され、ものすごいエネルギーで海底火山を噴火させる。強い上昇気流によって周りから湿った熱い空気が取り込まれ、発生した雲にうねりが生じ、熱帯低気圧になる。海底火山の噴火によって発生した熱帯低気圧は貿易風に運ばれ、穀物の生産はゼロだ。農作物だけじゃない。ベロナがついていれば地球全体が我々の思うがままだ。いや、原油を値上げさせることぐらい朝飯前ってわけか。金儲けだけじゃない。ちょっと頭を使えば緊張状態にある国家の間に紛争を起こすことだってできる。内乱や暴動もわけないな。地球上の経済と政治を全て手に入れることも夢ではないぞ。なんてひどいことを計画する奴らだ。なんとかして NASA に連絡を取らなきゃ。うん、私 M1 のプログラムを元に戻してくるわ。酒飲んでるみたいよ。こちら NASA 応答せよ。もううるさいんだよ、しつこい連中だ。ダダダダダダ。おじさんこっち。あれ、あった、と捕まえたやつがこんなところにいるわけないよな。飲みすぎたかな。うわうわ、こら待て。応答願います。こちら NASA、 大輔、無事か？大変です。奴らは太陽エネルギーを利用した強力なレーザー砲で地上に攻撃を加えようとしています。都市や石油基地を破壊して大混乱を起こそうと企んでいます。あなた、大輔、奴ら本気でそんなこと？はい、ですから何が何でもレーザーが発射されるのだけは食い止めなければいけないんです。分かった、大輔君。急がないと大変なことになります。もう大輔逃げろ。大輔、大輔、行こう。こちら NASA、 応答せよ、応答せよ。これ以上危険なゲームは避けねばなるまい。スペースシャトル2号の発進準備だ。え？トーマス少佐を指揮官とする特別チームが登場し、奴らと交渉する。閣下、このファイルを。どうかしたのかね？トーマスの特別チームにはライオネル少佐がいます。承知の上だ。私だが、トーマス少佐にスペースシャトル2号の指揮官を任命すると伝えてくれ。はい、わかりました閣下。うわっ、やめろやめろやめろ。てよかったわ。悪いやつを見つけたらやっつけるようにプログラムしたの。本当に大丈夫か？私はお手伝いロボット、片付けプログラムに従って行動します。いけない、隠れろ。僕戦います。ダメよ。おい、どうした？あの野郎また酔いつぶれてやがる。いい気なもんだぜ。問題はこれからだ。のんびりしてられないわよ。まずレーザー砲を壊さなくちゃ。うん。メインエンジン点火。
頼んだぞ、トーマス少佐。こちらはスペースシャトル2号、大統領命令により諸軍との交渉を命じられている。応答せよ。こちらはスペースシャトル2号、大統領命令により諸軍との交渉を命じられている。応答せよ。来たか。何をしておる。見ろ。ふざけるな。そう向きになることはない。ベロナがあれば人質を連れてこい。近づけばどうなるか教えてやる。しまった。手分けして探すんだ。よし。人質の姿は見えません。バカ、すぐ探し出すんだ。多少の手荒な真似も許す。わかりました。チビどもはロボットが見張ってるんじゃなかったのか。いや、そのはずだが、わからん。どういうことか。責任は取ってもらおう。探してくる。レーザー砲に軽い衝撃あり。至急調査しろ。ダメだ。衝撃あり。お兄ちゃん早く戻って、レーザー砲を調べるって。ああ、何すんだよ。さあか、まずいことになったな。どうにかせねば。少年と少女を船外で発見しました。何？これでよし。離してよ。ちょっと何すんの。バカめ、お前たちがいくらジタバタしても逃げられないのだ。おとなしくしろ。何言ってんだよ、M1。大好きだよ。早くよ。もう離せ。離してよ。言わねえ。離してくれ。うるさい。これでこのロボットが職務に忠実であることが証明できたってわけだな、アプロン。M は、お前は持ち場に戻っていろ。はい。M1 たらなんか変ね。こちらスペースシャトル2号、トーマス少佐だ。それ以上ベルナに近づくと子供らが痛い目を見るぞ。大助、さやか。我々は君たちを攻撃するつもりはない。交渉に応じてほしい。その気は全くないな。さあ戻るんだ。待てプロメテウス、君の貴重な部下を取り返したくはないのか。私の部下？ん？何をする。ジタバタするな。訳は君の方が知っているはずだ。訳を知ってる？ええ。どうかね、子供たちを返してくれないかね。決してそんな取引じゃないと思うが。その男から教わるものはもうない。役なり煮るなり好きにしてくれ。プロメテウス、それじゃ話が違う。万一軍事裁判にかけられるような時は必ず助け出すと約束したはずだ。そうだったかな。近頃物覚えが悪くてね、ライオネル君。それでは話が違う。話が違うぞ。騙したな、卑怯だぞ。卑怯。騙した。
ヒョウだこいつらを連れて行け。はい。待て、俺が行こう。アポロン。なんだ。あの M1 とかいうロボット、なかなか優秀じゃないか。よく見張ってるようにお願いしておくんだな。どこへ連れてくんだよ。また閉じ込める気ね。返してくれよ。心配するな。必ず地球に送り返してやる。おじさん一体誰なの？奴らを倒してから君たちを救い出す。え、本当？本当さ、必ず倒す。アポロンはゼウスの子だ。情にほだされて尻尾を出したな。これで元に戻るはずだわ。しっかりしてください。やったやった、悪いやつはやっつけます。この人は悪い人じゃないのよ。あ、こいつは手間が省けた。お前もアポロンとこの中に入ってるんだ。うわっ、どいて。あ、待て。お嬢ちゃんたち、少しおとなしくしていてもらおうか。出してよ。開けろったら。大統領直属の部下にピーターという凄腕がいると聞いたが、まさかあいつじゃあるまい。ダメだ、とても飽きそうにない。リーム、いい考えないの？ダメだわ、密閉されてるの。いやこれで私を邪魔するものは何もない。エネルギーが蓄えられ次第計画を実行に移す。ヨルナ、手を上に高く上げろ。ライオネル、待て。プロメテウスに思い知らせてやる。みんな、うちに寄れ。まだ罪を重ねる気か。やかましい。こうなったら好きなことをしてやるのさ。裏切られた気持ちがどんなものか分からせてやる。ミサイルを撃つ気だな。そうさ。やめてくれ。そんなことをすれば私たちの子供が。知ったことか。発射ボタンを押すだけだ。やめろ、ライオネル。やめろ。そのボタンを押すとどういうことになるか分かってるのか。やめてください。黙れ。大丈夫か。もう遅い、全ては終わった。ミサイルに狙われてるのよ。ミサイル？何？ミサイルだと？これはまずいことになった。飛んで火にいる夏の虫め、レーダーを試すいい機会だ。レーザー砲の威力を見るがいい。あなた、
そう。見たかベロナの威力を。少佐、戻って大統領に伝えろ。地球はこのプロメテウスのものだと。グズグズしてるとミサイルと同じ運命だ。勝ったんだ。思い知ったかプロメテウス。ライオネル、あなた、あの子たちは。今はどうにもならん。よし、作戦を開始する。諦めろ、私の勝ちだ。もう遅いんだよ。アポロン、よく見ておくんだな。私の可愛いベルナのジャジャウマぶりをな。クソ、どうにかならないのか。ここまで頑張ったのに。太陽電池に蓄えられた太陽エネルギーが電流になってレーザー光線を生み出している。ちょっと待って、電流っていうのは電子の流れよね。そっか、それをミームが食い止めればいいんだ。そうよ。じゃあねますます電圧は下がっていく。どうなってんだ。この結晶さえ外せば二度とレーザー砲は使えないわ。おとなしくするんだ、プロメテウス。観念しなさい。そうだ、お前なんかに地球をいいようにされてたまるか。そうよ。残念だな、君の負けだ。くそ。信じられん、お前が大統領の側近のピーターだとは。あー、ピーター、変装してたのか。かっこいい。なあ、すごいな。びっくりした。あ、助けてくれ。あこうして僕たちは今度こそスペースシャトルで
本当の宇宙旅行を楽しむことができた。そこで僕とさやかは大統領に提案したんだ。人工衛星の墓場はない方がいいって。僕たちの提案は世界各国に褒められ、人工衛星の回収が義務付けられるようになった。そして幸せいっぱいの僕らは、人工衛星が悪用されることなく人類の幸福のために役立つことを心から祈った。できたんだよ、 SF 小説の。ほら読んでみろよ。大輔、学校に遅れるわよ。ん、あれ、夢、嘘だ。あーもう、まっくそ。お兄ちゃん、徹夜して小説書き上がったの？あー書けないな、間に合うかな。どうにか書き上げないと。お兄ちゃん、本当に小説書き上げてね。ああ、ダメだな。そう焦るな、もうアイディアないかな。大輔、さやか、朝ごはんよ。違うけど、それぞれどのように生まれ変化してきたのかしら。この次は言葉と文字の始まり。フランスのシャンポリオンという人が聖国文字という古代エジプトの文字を読むことに成功したわ。でもどうやって？お楽しみに。